今日はですね、釣り具店にやってきました。釣り具を扱っている上州屋、有名ですよね。都内にあるんですよ。今日は釣りに必要な、まず、寒さ対策用のウェアを買いたいと思います。すごい、見てください。入り口からウェアが並んでいますよ。あまりに初心者でどうしたらいいかわからないんですが、まず上着が欲しいですよね。防水があって寒さも防げる。で、今日はですね、スタッフさんから1万円から2万円の範囲でって言われてるんですよ。どうかな。あ、これは暖かそうですが、ダメだ。3万9000円。欲しいな。欲しいけど足りない。あ、これ良さそう。これ7980円です。防水防寒ジャケットって書いてありますね。どうしよう。決められないので自分で店員さんに聞きます。こんにちは、すいません、ちょっと伺ってもいいですか。釣り初心者でちょっと今からの時期やっぱり寒いかなって思うので、防水と防寒がついた上着、おすすめ教えてください。上下セットのやつだとこちらがだいたい税抜きで7980円とか、ただ男女兼用みたいな感じなので、ちょっとデザイン的には地味じゃないですけど、はいはい、これちょっと上下別売りなんですけど、これだったらちょっと、ね、これね、可愛いと思いました。これの S サイズなんかは女性の方結構買われてます、買われてますか、はい、これと、はい、下はどうしますか。下はあちらですね。こういったサロペットタイプのやつで、はい、ちょっとうん、防寒着って結構大きめが多いんですよね、はい、ちょっとピチッと着るわけじゃないので、これでもう十分あったかいってことですよ ね、 すね、はい、これが6980円なので、あ、収まりますね。スキーウェアとかと違ってこう動き回るわけじゃないじゃないですか、はい、ある程度こうもこっとしててもそんなに動きとかには問題ないのかなっていう気がします。わかりました、はい、ちょっとじゃあこの辺りで、そうですね、ちょっと、まあ、着つつ、着た感じはどんな感じですか。割といい感じです。サイズ感ぴったりだと思ってます。どうかな。ぴったりですよね。これすっごいあったかいんですよ。釣れなくても耐えられます。スキーとかスノボするときみたいな雪山に行く感じですね。カラフルなものにしてみました。防寒ではなくてレインウェアなんですけど、もともとニットを着ているので結構あったかいです。赤ですこれもこれ素材がいいですね。あったかい真っ赤、目立ちますね。決めました、これにします。こちらで海釣りに行きます。これで全て整いました。大物釣ります。千葉県の九十九里です。ここで海の大物を釣ります。あ、あ、来たかも。え、来てる来てる来てる、え、釣れてる、あ、釣れてますよ。
チャンネル登録お願いします。今アナウンサーカレンダーが発売中です。私はですね3月と9月にいます。この写真は森アナウンサーが撮ってくれました。やっぱりこれみんな私服なんですね。普段の様子が見られるのでそこもとにかく楽しめると思います。オンラインでも購入できますのでぜひ皆さんお手元で楽しんでいただけたらと思います。